おはこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、さっきは何を夢中で読んでたんだ？手塚治虫のブラックジャックよ。初期の方は読んでなかったから、オンラインでレンタルしたの。初期のブラックジャックは話がぶっ飛んでいて少年誌っぽくて面白いよな。今読んだ話もかなりぶっ飛んでいたわ。女の人を鳥に改造するのよ。あったなそんな話。腕を翼にして、体に羽毛を植えて、くちばしもつけてすっかり鳥にして山に放しちゃうのよ。あれ、お腹が空いたらミミズとかついばむのかなって子供の頃気になって仕方なかったぜ。鳥のように空を飛びたいというのは人間の永遠のテーマなんでしょうね。飛行機やロケットで飛べる時代になったけど、鳥のように自由に空を駆け巡るのは永遠のロマンなんだぜ。そんなテレビ番組もあるわね。マリサは知っているかしら？鳥人間コンテストって。ああもちろんだぜ、子供の頃から大好きだぜ。じゃあ今日は鳥人間コンテストについてお話ししていこうかしら。いいな、今年もコンテストは開催されるみたいだから復習になるんだぜ。では早速解説していくわね。ゆっくりしていってね。鳥人間コンテスト選手権大会とは、読売テレビ放送主催の人力飛行機の対空距離及び飛行時間を競う競技会よ。2022年の放送で第44回になる、歴史ある大会なの。そんなに続いてたのか。根強い人気なんだぜ。1977年の開始以来毎年、大学の航空機サークルや一般企業などから数多くのチームが出場し熱い戦いを繰り広げているのよ。鳥人間コンテストは滋賀の夏の風物詩でもあるの。会場である松原水泳場に大会用のプラットフォームの建設が始まると本格的な夏が来ると感じる彦根市民も多いんだそうよ。そして夏休みに家族で見るテレビ番組という印象から、ほのぼのしたイベントと思ったら大間違い。熱い本気の戦いが湖上で繰り広げられているのよ。一度生で見てみたいな。コロナの影響で2020年は開催されなかったけど、第43回にあたる2021年は無観客で無事開催されたわ。今年も今頃各チームは着々と準備を進めている頃だな。近年の鳥人間コンテストにおいては、外国チームも増えており、また芸能人有名人などが番組や事務所単位でチームを結成し参加することもあるわ。海外の人にも人気があるとはすごいんだぜ。鳥人間コンテストには滑空機部門と人力プロペラ機部門があって、いずれも機体は自作による人力飛行機であることが決まりよ。離陸するプラットフォームの高さは水面から10メートル、助走路は10メートル。10メートルってマンションの4階くらいだな。みんな優雅にスイッと飛び立っているけど、実際プラットフォームに立ったらビビりそうだぜ。プラットフォームの南ルートと北ルートに設置した2つのチェックポイントを通過して再びプラットフォームを目指すの。帰還した場合の記録は60キロとすることになっているわ。これまではどんな記録が出てるんだ？滑空部門最高記録は三鷹茂原×神奈川工科大学、パイロットは大木昌司さんよ。2012年の第35回大会において 501.38 メートルの記録を叩き出したわ。大木さんは第35、36、37、39大会で優勝している大ベテランよ。まさに鳥人間なんだぜ。プロペラ機部門はバードマンハウス伊賀、パイロットは渡辺裕太さん。2017年の第40回大会では40キロ完全制覇で優勝、2019年の第42回大会ではそれを上回る60キロ完全制覇で、またも優勝を果たした絶対王者よ。車で時速60キロで走っても1時間かかる距離を、人力でな。フライト時間はなんと2時間36分。うわ、2時間半も自転車を漕ぎ続けたのか。体力も精神力もすごいんだぜ。1年間の総力をかけた真剣勝負なのよ。そんな輝かしい鳥人間コンテストだけど、2007年の第31回大会において悲惨な事故が起こっており、裁判にまで発展しているという影の部分もあるの。何が起こったんだぜ？九州工業大学の鳥人間サークルの女性パイロットが、破損して墜落した人力飛行機から投げ出され、約10メートルの高さから水面に落下する事故が発生したのよ。でもほとんどのチームがプラットフォームを出てすぐ墜落してるじゃないか。落ち方が良くなかったのかもね。2007年7月29日の鳥人間コンテスト大会当日、K さんは九州工業大学の鳥人間サークルキットカッツが製作した人力飛行機にパイロットとして登場し、プラットフォームから離陸しようとしたの。鳥人間コンテストでは機体が離陸する際、チームメイトが機体を押して勢いをつけながらパイロットが足でペダルを漕いでテイクオフをするのよ。しかし、機体がプラットフォーム上を滑空中、左の主翼が中央部あたりから折れてしまったわ。中央部から。それは大変だぜ。バランスを崩した機体は、
プラットホームから離れた直後に左側に倒れたの。折れた左主翼の断裂面が水面に接触した衝撃で K さんは機体から振り落とされ、背中から水面へと落下してしまったわ。下が水とはいえ、マンション4階の高さから落ちるのは怖すぎるんだぜ。すぐに救助隊に救出された K さんはメディカルチェックを受けたわ。幸い外傷がなかったので、その日はそのまま帰宅させられたの。大きな怪我がなくてよかったんだぜ。しかし、その翌日から K さんは強いめまいなどの体調不良に襲われるようになったの。症状は次第に悪化し歩くこともままならなくなり、ついには寝たきりのような状態になってしまったそうよ。後から症状が出てくるって怖いんだぜ。同年10月頃、K さんは脳脊髄液減少症の診断を受け、そのまま入院するわ。脳脊髄液減少症って聞いたことないんだぜ。脳脊髄液減少症は脳脊髄液が漏れて頭痛やめまい、耳鳴りなどの症状が起こる疾患で、未だ解明されていないことが多いの。だから治療は困難を極めたわ。やっと退院した後も、症状はなかなか改善しなかったの。ついこの間まで元気いっぱいにサークル活動に励んでたのに、かわいそうなんだぜ。この大会以降、6年間にわたって地獄のような日々を送ったそうよ。トイレに行くのも精一杯。間に合わなくて泣いてしまうこともありました。退院後も症状は改善せず、車椅子や松葉杖での通院生活が続きました。いつもなら10分ほどしかかからなかった通学も1時間近くかかりました。校内で倒れたこともありました。なんとか大学は卒業できたものの、大学院に進むために貯めていた200万円は治療のためあっという間になくなってしまいました。ああ、辛いんだぜ。事故後はほとんど体が動かず、いっそのこと死んでしまおうと思うほどの日々でした。でも、どうせ死ぬならと思い、九州から東京に出てきたんです。タフな精神を持った女性なんだぜ。東京に来た頃は1日に4時間ほどしか動けなかったという計算だったけれど、徐々に治療の効果が現れ始め、1日8時間ほど動けるようになってきたそうよ。すごいじゃないか。そこで彼女は前を向いて生きていくために事故のことをはっきりさせたいと思い、提訴に踏み切ったの。は？提訴？誰を？計算は、大会主催者の読売テレビ、所属していた九州工業大学と当時の鳥人間サークルキットカッツの顧問を呼び、同サークルのリーダーや設計を担当した主要メンバーの元学生の5人らを相手取り、損害賠償金4,358,800円の支払いを求める訴訟を起こしたの。主催者はともかく、チームメイトを訴えたのか。なんか複雑だな。K さんは、裁判を起こした理由について以下のようにコメントしているわ。裁判になってしまったのは非常に残念です。ただ提訴の期限が迫っていたため、決意しました。訴える前には、テレビ局の方ともお会いしました。しかし裁判をするとお互いのためにならないよなどというばかり、今後の安全対策についてなど、私が満足する話し合いはできませんでした。私は、なぜこんな事故が起きてしまったのかを知りたかった。それに今後、二度と同じことが起こらないようにしたいと思ったんです。確かに、なぜこんな事故が起きてしまったのかは、今後の大会運営のために明らかにしておきたいところだよな。読売テレビ側は今回、提訴がなされたことは誠に遺憾です。大会開催に関して、当社は安全性を最優先に行っており、問題はなかったと考えていますとコメントしたわ。また、九州工業大学は大学としては課外クラブ活動は生徒の自主性を重んじるべきだと考えてきたので、顧問がつきっきりというわけではありませんでした。しかしそれは他の大学と照らし合わせてもごく一般的な形と思います。責任の所在、今後については裁判で明らかにしていくためコメントできませんとしたのよ。100% 被害者に見える計算だけど、インターネット上では批判炎上騒動が起こってしまったのよ。計算が炎上した理由は、計算本人が綴っていたツイッターやブログなどの SNS に書かれた内容にあったらしいわ。SNS の内容？どんな？計算は SNS に、事故後に上京してからの日常を綴っていたの。一大決心をして辛い体を押して出てきたんだもんな。記録に残しておきたいよな。その内容が、スナックでホステスをしながら、コスプレをしたり、カラオケをしたりと楽しく過ごしているといったものだったのよ。え？日常生活もままならなかったんじゃなかったのか？そうなの、SNS 上でも寝たきりじゃなかったの？といったツッコミが入り、炎上に発展したのよ。さらに、K さんは SNS に頻繁に自慢めいた内容を投稿していたわ。歌手にならない？とスカウトされた、よくナンパされる、写真を撮らせてほしいと言われた、結婚してほしいと言われたとかね。これも反発を呼ぶことにつながったわ。書き方にもよるかな。これ以外にも、自分は国立大出身のエリートだと、周りを見下したように感じられる内容も多く綴られていたようなの。例えば、K さんが事故後に寝たきりで辛いと友人に相談したところ、その友人は気を利かせて寝たきりでもできる仕事をしたらどうか？
テープ起こしなどは時給もいいらしいと提案してくれたそうなの。でも K さんはこの友人の行為に対して、こっちからしたら舐めてんの?としか思わない内容。わざわざ国立大の工学部出てテープ起こす仕事?バカなの?と反感を覚え、それをそのままブログに書いていたようなのよ。プライドが傷ついたのかもしれないけど、友人は好意で言ってくれたんだろうし、言葉は選んだ方がいいな。また、K さんは SNS で自分が国立大出のエリートであることをアピールし、経営コンサルタントを自称していたの。経営コンサルタントなんてしてたっけ?実際には就職活動がうまくいっていなかったわ。そして申し死ぬ、自殺するといったつぶやきを繰り返していたの。こうした投稿からも、かまってちゃん、精神的にバランスを崩しているといった印象を持った人が多かったみたい。難しいな。さらに K さんの SNS の過去ログからは、意外なことが明るみに出たの。パイロットを務めるにあたっての筋力トレーニングの結果、体重がもともと想定していたよりも 8kg もオーバーしてしまっていたというのよ。8kg? そしたら機体も大幅に調整しないといけないんじゃないか?しかもそれをチームに伝えたのが大会の3日前だったことなども判明したわ。3日前。それじゃ整備士の人たちも大変なんだぜ。結局設計変更が間に合わず、それが事故につながった可能性が指摘されてしまったの。さらに、K さんは自宅の体重計が壊れていたにもかかわらず、面倒くさかったからと買い替えず、それが原因で体重調整ができなかったことも判明したわ。確かにそれは K さんの落ち度ではあるな。この情報は、鳥人間コンテストに向けて長い期間をかけて機体を製作してきたチームメンバーの信頼を裏切る行為だったという印象を抱かせ、批判炎上へと繋がったわ。そうなのか。こうした K さんの SNS に書かれた一連の内容から、多くの人が K さんが読売テレビや九州工業大学、当時の航空サークルの仲間たちなどを訴えたのは、自分を正当化して難癖をつけているだけなのではないか?という印象を抱いてしまったのよ。結果として、被害者として裁判に訴え出た K さんの味方をする人はほとんど現れず、世間の空気としては、厄介なクレーマーが理不尽な裁判を起こしたかのような雰囲気が出来上がってしまったの。気の毒ではあるけど、仕方ないところもあるのかな。こうして世間を味方につけられないまま裁判で戦うことになった K さんだけど、その裁判の判決はどうなったと思う?裁判はネットに左右されないで公正に行われていてほしいんだぜ。結論としては、どうも何らかの手打ちをして終わったらしいということよ。手打ち?曖昧な表現なのは、民事裁判において、公判準備整理はしたけど公判もせず、取り下げもしないってことは、公表しないことを条件の一つにした上で和解したパターンだろう、という推測に過ぎないからなのよ。難しいな。要は大人の事情ということか。この鳥人間コンテストの事故の裁判を注目して見ていた人々にとっては、なんともすっきりしない結末でしょうね。残念ながらその判決を知ることは難しそうよ。K さんは裁判後、ツイッターやブログなどの SNS の類は全て閉鎖し、移行情報の発信はしていないわ。そのため、K さんが現在どのように過ごしているのかは一切不明なの。炎上はしちゃったけど一般人の若い女の子なんだ。もうそっとしといてあげてほしいんだぜ。また、事故を起こした九州工業大学は2010年の第33回大会を最後に、鳥人間コンテストには出場していないの。九州工業大学の鳥人間サークルキットカッツも、現在は活動を停止しているわ。それは残念なんだぜ。後味の良くない結末だけど、こうした事故を教訓として鳥人間コンテストで二度と悲惨な事故が起こらないよう。主催者も参加者も、関係する人全員細心の注意を持って大会に当たって、無事大会を成功させてほしいと思うわ。そうだな。せっかくたくさんの人に長年愛されてきた大会なんだ。今年もまた熱いパフォーマンスを見せてほしいんだぜ。そうだ、今年観客を入れて大会をやるんだったら、生で見に行かないか?いいわね。大会は例年通りなら、琵琶湖東岸の松原海水浴場で行われるわ。チケットや入場料も不要よ。最寄り駅の彦根駅からシャトルバスが出るわ。早めに現地入りして、観覧席をゲットしようぜ。UV 対策と水分補給対策がとても重要だそうよ。しっかりやらなきゃね。双眼鏡も持って、長時間の観戦になるからおやつとお弁当もたっぷり用意しようぜ。夏が待ち遠しくなってきたわ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。